Very good. Just ate it, mate. I'm trying to make a laugh. Just ate it. はい、皆さんこんにちは。ケナです。タカです。キプラウォークです。はい、ということで今日はね、サンパウロのフリーツアーに参加します。フリーツアーじゃないよ。フードツアーです。あ、そう。今までフリーツアーに参加してたので、今からはね、フードツアーに参加します。で、前回の動画でね、フリーツアーの様子をね、動画にしてるので、サンパウロにもし興味がある人はね、前回の動画チェックしてみてください。はい、お腹空いてきた。めっちゃお腹空いてきた。3時間半、フリーツアーで歩き回ったから。そう。今からご飯を食べながら。今回は、ブラジル料理です。最初の食べ物はアサイボールで、日本で超人気な、あ、なんていうスーパーフード、モデルさんとか、ね、めっちゃ人気人気モデルを筆頭に人気になったアサイフード、そう、アサイボール、本当はブラジルの食べ物です。ブラジルのナショナルフードです。そう、ブラジルのフルーツです。あのブルーベリーみたいな色だけど、めちゃくちゃ硬くてアマゾンで取って、まあブラジル全体で食べられてる、こういうアサイボールです。うま。まあうまいよね。日本で食ってもうまいから。アサイボール。もっとうまい。もうコシャ。え、コシャ is legs, thigh. So コシャ。Vocês conseguiram compreender a história da coxinha que a Nath contou às fábricas que surgiram? Chicken, shredded chicken e cream cheese. Vamos observar. Aqui é um lugar que a gente usa bem para mostrar o dia a dia da coxinha. Não, 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 não,でもまさにあれだよ、クリームチーズとチキンとじゃがいもを混ぜた味で、口の中で混ざった味、1たす1たす1が3になってる、それが5とか10にはなってない、そういう味です。コーヒーショップに入ってきました。めちゃめちゃいい匂いする。というコーヒーショップ、ブラジルが昔コーヒーの一番でかい、輸出国だったけど、まあ、今も結構でかくて、だからブラジルの中で意外とコーヒーが美味しくないらしい。あのいいものは全部輸出してるから。言ってたね。でもこのコーヒーショップのコーヒーがめちゃくちゃ美味しいらしくて、ブラジルの飲み方はコーヒーとチーズパン。だから今食べ、まあちょっと飲んでみて食べてみるのがコーヒーとチーズパン。そういうことです。ちなみにね、このサンパウロ20世紀の初めから半ばにかけてね、コーヒー産業が急激に伸びて、その結果としてね、この大都市が出来上がるという、コーヒーからできた街です。コーヒーからできた街です。もっちり、やばくなってるのか、もっちり、もちもちチーズパン、バカうまいんですけど、これチーズの大好きな人はこれ最高。チョコにチョコにチョコにチョコを混ぜたチョコです。チョコです。オブリガデイロ。Have you been in Taiwan?うまい。めっちゃうまい。もっと甘くて。
to still see places for us. Bread, it's called pain français or French bread. はい、3つ目のスポットに来ました。ここのレストラン、サンドイッチのお店です。今からサンドイッチ食べます。で、そのサンドイッチが毎年サンパウロのサンドイッチ選挙がやばい、ね、サンドイッチ選挙で最近いつも買ってるのがバウルというサンドイッチです。毎年お店で始まったサンドイッチ、毎年1位を取るバウルサンドイッチのもうオリジナルのお店です。来ました、めっちゃ美味しそう。 I'm going to be baby。 すいません、すごいよ。見てこれ、今開いたんだけど、ローストビーフ、4種類のチーズ、ブレッドで、マスタードをね、今トッピングしました。トマトとピクルス巻いてます。食べてるね、うまい、めっちゃうまい、もっと食べたいぐらいうまい。このサンドイッチめちゃめちゃ美味しい。ぜひね、サンパウロに来たら食べてください。バウルサンドイッチ。ちなみにお店の名前はポントチックだっけ。ポントチックっていうお店です。 OK、 食べます。ブラジルのダークビールです。乾杯。乾杯。はい、ということで最後のお店です。もうね、外は暗くなっちゃいました。 Welcome to the Delhi guys. Welcome. Z Delhi というお店ですね。おしゃれです、中。 It's almost 10 days prepared. And it's something very very delicious.はい、ということで今ね、パストラーミっていう名前合ってるかちょっとわかんないんですけど、ポテトの上にクリームチーズが乗ってて、その上にスモークされたビーフが乗ってるっていうね、めちゃめちゃ美味しい。こんな感じです。ヒントは多分合ってないかな。ビールとめっちゃマッチします。また飲みます。また飲んでます。アルコール中毒だからね。うまっ。もう一杯飲みます。No、ダメ。アミゲガヒのウォーターのサワープリザミケは簡単。めっちゃスモーキー。スモークお肉。なんかお肉そうめんみたいになんか繋がってるね。Very good. Trying to make a... はい、ということで、あたりは真っ暗。真っ暗になってしまいました。もう時刻は7時です。はい、お腹いっぱいになりました。ということでフードツアー終わったので、これから帰ります。今日疲れた。めちゃめちゃうまかったね。でもブラジル料理、そう、全部うまかった。全部うまかった、本当に最初から最後まで全部覚えて食べたい。でガイドさんもめちゃめちゃ良かった。なのでね、ちょっとこの概要欄にこのツアーのね、詳細を概要欄に載っけとくので、もしサンパウロ来る人はね、ぜひね参加してみてください。そう、別に英語がそんなに上手くなくても、あのご飯で、ね、人とつながるから。めちゃめちゃ面白いし、参加してる人もみんな今日は良かった。めちゃくちゃだからめっちゃ友達になったし、 YouTube チャンネルを紹介してサブスクライバーも増やしたし、ミッションコンプリート。はい、ということでね、今から帰るんだけど、もう暗くて外歩くの正直怖いから、ウーバーで帰ります。でこうやってカメラ出して話してるのも怖いので、やめましょう。もうやめます。また明日はね、ジャパニーズエリア、アジアエリアの方にね行ってみたいと思います。日本食が恋しいので食べたいと思います。食べたいと思います。ということで、また次の動画で会いましょう。会いましょう。バイバーイ。はい、ということで今リベルダージの駅に着きました。日本に来ました。日本やん、日本やん、ここも日本やん、雰囲気日本やん、家が日本やん、これも日本やん、中国やん。